現在時刻13時50分、午後の部のスタートでございます。錦サービスエリアさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次は中国自動車道に入り、岡山県の庄サービスエリアに向かいます。ここから130キロ、1時間26分です。気をつけていきましょう。お願いします。飯尾選手、少し眠れますでしょうか？眠ってはいないんだけど、まあ目を閉じて羊が1匹羊が2匹っていう古典的なことをしておりました。何匹まで数えたんですか？50匹ぐらいまで数えたら他ごと考えてました。どんなことを考えたんですか？ふと私どういうイケメンが好きなのかなと思ってちょっと浮かべてたんだけど、こんな感じとかっていうのはあんまりちょっと想像がつかないなと思って考え事をしてました。多分こんな顔やる。違うと思うね。ちょっと小雨が降りつつ風はやや強い状態になっております。道路は大きくカーブしております。現在兵庫県の山間部を南下しております。この先急カーブ R400、 R というのはカーブの強さを表してるんですけども、数字が小さくなるほど急カーブになるんですね。では横川ジャンクション1キロでございます。ここで舞鶴若狭自動車道が終わって中国道にぶち当たるわけですね。 T 字路のようになっております。我々は西方向津山方面に向かいますので右車線におります。右に入りましょう。こっちはね、はい、右です。セーフ。あー、左が2車線、右は1車線でございました。左は大阪方面に行くから行く車が多いんだな。はい、では中国道合流でございます。あ、避けてくださいました。はー、よかった。この後は九州に入るまでもう中国道まっすぐだと思います。こう一安心な感じです。兵庫県の人口は536万人、特徴としては2つの海に接している。青森山口を除けば兵庫県のみ。それから日本標準時4、5線がありますね。お昼の12時で本当に太陽が真南にあるのは兵庫県の明石市ということになるんですよ。ちなみに兵庫県の人口は南部に集中していて、神戸市153万人、姫路市54万人、西宮市48万人、尼崎市46万人、明石市29万人と大都市がずらずら並んでおります。一回ね、神戸のあたりとか下道走ったことあるんだけども、すごいよね、両脇こんななってる。団地みたいなのもいっぱいあるし、それがまた長いんだ。どこまで行っても両脇こんななっちゃっててね、すげえマシだなと思ったことがあります。さあ、いよいよ雨雲の中突っ込みましたね。これからもうちょっとひどくなりそうですね。現在時刻14時19分ですね。肉眼では明らかに夕方っぽい雰囲気になってきました。では予定を変更して葛西サービスエリアに立ち寄ります。ちょっとトイレ行きたくなっちゃって。錦サービスエリアについて最初にトイレ行ったから、そこから結構時間経ったんだよね。またタンクに水が溜まってしまったってことですね。そうそうそう、結構ワンワンってなるたびにあれ出ちゃうって感じになっちゃう。翻訳いたしますと、道路の上下運動で貯水タンクも上下に揺さぶられて少しずつ漏れているという状況でございます。先輩てよ。ちょびっとしか漏れてませんので、あまり被害を拡大しないうちに直近のサービスエリアに乗ろうということですね。漏れてません。14時36分でございます。葛西サービスエリア入ります。トイレはあちらの方だな。一緒行ってきます。一トイレお便器でにおいどん。雨降ってる。ただいま。おかえりなさいませ。ぶちょぶちょ。そう、漏らしすぎやよ。雨だよ。あとさ、サンダルの右足だけそこに穴が開いちゃった。足がびちょびちょ。大変だな。どっかでサンダル買わない。葛西サービスエリアのトイレさん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は予定通り庄サービスエリアに行きます。69キロ46分です。雨の中頑張っていきましょう。お願いします。ということで、まもなく分岐がございます。グーグー先生は山陽道から行った方がいいよと言ってますけども、我々はこちら中国道をまっすぐに行きたいと思います。あとこのグーグル先生通りに行くとですね、万端連絡道路というところに行くんですけども、なんとあそこに料金所があるんですね。はい、料金所見えました。あそこで生産されるんですよ。一回あの罠にかかったもんな。今ね、万端道かっこ別料金とは書いてあったんですけど、なかなかこの高速道路走ってる間に判別するのは難しいですね。そうですね。時刻15時4分になりました。引き続き激しい雨が降っております。思想ジャンクションにやってまいりました。左に分岐するのは播磨道。この道路も山陽道に連絡します。先導してくれたこのトラック、ここでさよならでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。先導者がいなくなったので、リエモンさんは次の獲物を求めて少しスピードを上げております。左陽町に入ってきております。めちゃめちゃ霧が立ち込めてきました。左陽町では西方の朝霧と呼ばれる霧がしばしば立ち込めるそうですね。まあ、今午後ですけども、地形的に霧が立ち込めやすいところだと思います。おお、霧だ霧だ、まるで仙人が好みそうな霧がある。そしてここは左陽ジャンクションですね。左に行くと鳥取道でございます。鳥取道は無料区間ですね。すごいですね。鳥取道が右の方にぐーっとカーブしていきますね。この道路が鳥取まで続いております。こ
こうやって中国道から南へ北へとちょいちょい分岐する高速道路があるんですね。そしてこの西陽町には世界に誇るスプリング8という実験施設があります。スプリング8とは世界最高性能の放射光を生み出すことができる大型放射光施設。放射光とは電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、磁石によって進行方向を曲げた時に発生する細かく強力な電磁波のことです。ほぼ何言ってるか分かりません。直径数百メートルのね、なんか円形のガンダムの世界に出てくるようなそんな施設ですね。それが実際にこの西陽町にあるということでね、ここちょっと今度行ってみたいですね。ここは杉坂トンネル、長さ520メートル、おそらくこの中で研究になるんじゃないでしょうか。トンネルを抜けたところに看板あると思います。岡山県に入りました。おめでとうございます。そしてここは三作市と書いて三馬坂でございます。でインターチェンジの名前が佐久島。佐久島というのは三馬坂東の意味じゃないんですかね。三どこ行った略しただけじゃない、略して佐久島。じゃあ坂島でいいのにな。三抜いたら佐久島になるんだな。日本語難しすぎ、漢字が難しいね。ということで岡山県は人口184万人、晴れの国岡山なんて言われてたりしますね。岡山県の岡山市は人口約72万人、そして倉敷市は人口約47万人、中国四国地方の第2位第3位の都市ですね。ちなみに第1位は広島市です。岡山県の全国1位のものマスカットオブアレキサンドリア、あとピオーネ、まあブドウですね。ブドウ食べたいね。それから学生服、作業着とかジャージも1位。なんかデニムの街とか言うよね。ああったあった。まとめるとユニフォームを着ながらブドウを食べるという件でよろしいですかね。作ってるんでしょ。食べてはいないってことか。時刻15時35分になりました。ショーサービスエリア入ります。ショーサービスエリア到着です。お疲れ様でした。休憩しましょう。ではショーサービスエリア行きましょう。こちらがトイレですね。中国道のトイレってねあんまり綺麗なイメージはないんですけども、ここはね自動ドアの中にある素敵なトイレでございます。それからお土産コーナーがございまして、調布っていうのは有名らしいですね。それから岡山なのできび団子がねたくさん売っております。ではここでは蒜山高原生クリームパンを買ってきました。私はこれを今いただきたいと思います。しかしその前にちょっとどいてください。どうぞ横になってください。はい、どうでございますか。モン様の処理が終了しましたのでゆっくりいただきます。ああすげえうまいと思ったら清水屋だ、びっくり。美味しいパンの代表的なものってモン様は八天堂が美味しいって言うんですけども、私は断然清水屋派です。清水屋のパンはねむちゃくちゃうまい。蒜山高原だからまあ美味しいだろうなと思って食べたらめちゃめちゃうまいと思ったらやっぱ清水屋だった。ショーサービスエリアさんありがとうございました。ありがとうございました。次向かうのは定石橋パーキングエリアです。ここから103キロ1時間15分です。気をつけていきましょう。お願いします。雨も止んできてよかった、走りやすくなりました。現在中国道を通っておりますが、正式名称は中国自動車道、大阪府吹田市から山口県下関市へ至る高速道路です。全長は540キロ、国内第2位、東北道に次いで長いということですね。全線開通したのが1983年、今から41年前ですね。山間部を走っているのでインターチェンジの間隔が長いのも特徴の一つ。カーブやアップダウンも多い。大半の区間で80キロに制限されております。こちらが分岐口でございます。落合ジャンクションです。左に行くと米子道ですね。この頭上の道路ぐっと右にカーブして山内県の米子に向かいます。さあその頃また雲行きが怪しくなってきました。霧が深く雨も強くなってきましたね。若干フロントガラスが曇り気味ですので窓に風を当てます。前方に巨大なジャンクション見えております。こちらが北方ジャンクション。左に分岐すると岡山道へ行きます。そちらもなかなかかっこいいジャンクションでございます。岡山道を進むと岡山市を通ってその先には瀬戸大橋があり、四国の香川県を渡ることもできます。現在時刻は16時57分ですね。初日青森を出発したのが16時でしたので現在49時間経過しました。残りが697キロ、残り3分の1、8時間17分走るとゴールできると。私でもここまで来れました。残り3分の1頑張ろうじゃないか。この地図見ただけでもねだいぶ走ってきたなとそんなこと思いますね。時刻は17時18分、青森市はそろそろ日没ですけども、ここ岡山県はまだ明るい状態でございます。もう間もなく広島県に入ります。県境がトンネルじゃないのはいつ以来でしょうか。はい、この看板だと思います。はい、広島県に入りました。そしてここは庄原市でございます。この度14県目でございます。ちなみに岐阜県を出てからで数えると20県目となりました。17時38分でございます。大石橋パーキングエリア入ります。ここはトイレと自販機だけの小さなところですね。はい、トイレの前に飛びましょう。大石橋パーキングエリア到着です。お疲れ様でした。ではにょーいどん。大
帝釈宮パーキングエリアさん、ありがとうございました。ありがとうございました。面白いね、帝釈宮パーキングエリア、かっこいい名前や。名字帝釈宮とかいいね。帝釈宮リーモンです。はい、それでは次はコインシャワーがある朝サービスエリアに行きます。ここから90キロ1時間4分です。頑張っていきましょう。はい、もう一踏ん張りですね。お願いいたします。では広島県は人口273万人、自動車産業、製鉄、造船などの工業が発展している呉港のあたりとかものすごいでね、広島県の日本一のもの、レモンの生産量日本一、瀬戸レモン、多分しまなみ海道の話ですね。日本一のアーチ橋、広島空港大橋というのが日本一のアーチ橋だって。高さが190メートル、橋の長さは800メートル。お好み焼き店舗数日本一、広島の地元グルメといえばお好み焼き、その数1900点だそうです。前方ちょっと明るくなってきましたね。七塚原サービスエリアでございます。街灯に照らされて霧の濃さが分かると思います。こちらにはエネオスがございますね。中国道は山陽道ができてから交通量がぐんと減ってしまって、ガソリンスタンドがかなり貴重になったそうですね。18時49分、千代田ジャンクションです。左にそれると浜田道ですね。島根県の浜田市に続いております。浜田マリン大橋という非常に素晴らしい橋もありました。18時57分です。朝サービスエリア入ります。朝サービスエリア到着です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではここではシャワーを浴びて洗濯をして、でご飯も済ませましょう。ではこちらが朝サービスエリアでございます。こちらのセブンイレブンの中にシャワーステーションがございます。失礼いたします。コインランドリー開いてますか？開いてます。よかった、1台しかないからさ。本当だね。じゃあ洗濯物をぶち込みます。この洗濯機は柔軟剤 ED 洗剤が自動で投入されます。300円入れます。では次は私はシャワーに行ってきます。ヒトピー。いや、ミキちゃんはご飯にしますか？はい、来た来た、はい、伸びた、調理して、はい、てってってって、はいよ。次ミキちゃん、ヤギミルク、はいよ。はいよ、よかった。ミキちゃんの器はアルコールで拭いておきます。ピカピカ。ではここでやっとご飯にしたいと思います。今日は南城サービスエリアの隣にある道の駅南越前3階で買ってきたうな重です。これがなんと1500円。まずは電子レンジで温めます。こちらの2つはセブンイレブンで買ってきました。マルちゃんワンタンスープとコールスローですね。ちょっと野菜を食べたいというのがあってですね、袋を開けてドレッシングをぶっ込んで食べたいと思います。ドレッシングはリエモンの好きなバーキンくんがおすすめのサラダのうまだれです。このドレッシングは確かにうまいです。袋の中にドレッシングを入れて、ではサラダいただきます。トレギサラダの味がする、うまい。ではいよいよ今日の褒め、うなぎをいただきます。割と肉厚、後ろから見ても肉厚でございます。ほとんど朝市に行った状態だったので、尻尾の方じゃない胴体の方の肉厚のところを買ってきました。いただきます。おー、うまい。柔らかくて非常に美味しいです。見た目以上にずっしりしていて量も十分ですね。シャワーから帰ってきました。福井県で買ってきた焼き鯖寿司です。こちらいただきます。ちょっと温めましょうかね。醤油、おしぼり、お箸が入ってます。セブンイレブンで買ってきたタコとブロッコリーバジルサラダ、これ美味しいんですよね。うま、タコ枝豆のバランスが絶妙なの、永遠に食べれる感じ。メインの鯖寿司です。大葉と生姜が挟まってます。いただきます。うまい。焼きサバがちょっと生臭いんじゃないって思うかもしれないですけど、ガリと大葉が調和してくれてめちゃめちゃ美味しいの。いろんなお店の焼きサバ寿司があると思うんですが、私はこの若広さんというところが好きです。シャワーに行ってきました。ありがとうございました。今までコインシャワー何回も使ってるんですけども、今日初めて気づいたことがあって、コインシャワーってね、天井についてる固定シャワーと手で持つハンドシャワーと選べるんですよ。いつも俺天井からお湯出た方が楽だなと思って固定シャワーをしてたの。便利なんですけども、押した瞬間水が出てくるんだよね。しかもシャワー室って狭いから逃げ場がない。それが嫌だったらハンドシャワーにすればいいと思うんだけども、ハンドシャワーにすると持ちながらなんかしなきゃいけないやん、めんどくさいと思ってたんですけども、なんとハンドシャワーかける口があるんだけど、これ上下できるの知ってた？知ってた。そうか、知ってたのか、うん。朝サービスエリアさん、ありがとうございました。ありがとうございました。では次は本日最終目的地、鹿野サービスエリアに行きたいと思います。ここから88キロ1時間4分かかります。最後まで気をつけていきましょう。非常に霧が濃くなっております。カメラだとね、そこまでわかんないと思うんですけども、肉眼ではね、映画ミストの世界のようになっております。トンネルの中にも、はい、霧が入り込んでますね。先ほどの朝サービスエリア、かなり大型車で混み合っておりましたので、ちょっと車中泊は厳しいかなと思いました。できれば静かな方がいいんで、もうちょっと走ろうということになります。
りました。それから現時点でゴールまで残り535キロ、時間にすると6時間26分でございます。500キロ残っているとちょっと日のあるうちにゴールするのは難しいかなと思いましたので、もう1時間走っといてね、明日なんとか夕方のうちにゴールしたいなという、そういう目論見もございます。ここまでリエモン選手一人で運転してきました。青森県から一人で運転しております。今日朝石川県にいたでしょ、あそこから今日広島まで走ってきたんですけど、全然走れたからびっくりしてるわ。残り500キロ行けますか？はい、行けそうです。もう間もなく山口県に入って、その後は島根県をかすり、そして再度山口県に入るという、ちょっと県境が入り組んでる部分に行きます。朝サービスエリアから水戸サービスエリアまでの150キロ区間ガソリンスタンドがないそうです。ですので朝サービスエリアではもう給油しろ給油しろってね、看板が出てました。そうそう、山口県に入ります。この辺りだと思われる。どうだ、標識はちょっと私には確認できませんでした。この後ちょっと走ると今度は島根県に入ります。深谷パーキングエリアを通ります。パーキングエリアの周りはこうやって街灯がついてるんですね。この街灯の明かり久しぶりに見ました。そしてこの後すぐ島根県に入ります。深谷川、これが県境ですね。島根県、この看板だと思います。はい、島根県入りました。島根県吉賀町に入りました。ここが島根県の左下の先っぽでございます。この後また山口県に入っていきます。ということで島根県は一瞬で終わってしまいますので、軽くご紹介いたします。島根県の人口64万7千人。島根県といえばですね、やっぱり出雲大社ですかね。出雲大社が全国の神社のボスということで観光に訪れる方が多いと思います。それから日本一大きな露天風呂があります。長楽園というところにあるらしいですね。それから松江市の鴨巣神社の本殿は現存の大社作りの社殿としては最古のもので国宝に指定されています。奥出雲オロチループはぐるぐる回るループ式の道路、標高差105メートル、これ走ってみたいね。島根山口県境のトンネルに行きました。この辺りだと思います。山口県に入りますという、あ、これだ、これだ、あったなんだ、ちっこいので分かるわけないじゃん。トンネル出口には大きい看板ありそうですね。再び山口県でございます。こんにちは山口県。そしてここは周南市でございます。山口県に入ってもう間もなく鹿野サービスエリアに到着ですね。時刻22時59分になりました。鹿野サービスエリア入ります。鹿野サービスエリア到着です。お疲れ様でした。マジ疲れた。本日のルートを発表します。石川県にある北陸自動車道の尼御前サービスエリアを出発して、最初に休憩したのは福井県にある南城サービスエリアでした。そのまま北陸自動車道を進んで鶴ヶジャンクションで若狭舞鶴自動車道に入りました。兵庫県の錦サービスエリアで休憩をしました。若狭舞鶴自動車道終点まで行きまして、吉川ジャンクションから中国自動車道に入りました。休憩したのは岡山県にある庄王サービスエリアです。さらにぐんぐん進みまして、朝サービスエリアでシャワーと洗濯とご飯を食べました。シャワーと洗濯とご飯を食べた。シャワーと洗濯をしてご飯を食べました。でもうあと少し進むぞってことで、今いるのはこちら山口県の鹿野サービスエリアです。本日は尼御前サービスエリアから鹿野サービスエリアまでの道のりとなっております。本日の移動距離598キロ、移動時間8時間30分です。それでは本日のお布団式大会を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日はミキーちゃんのアップでお送りいたします。あ、そういえばですね、室温 21.9 度でございます。冷房が必要でございます。あ、モン様がハーハー言ってます。これちょっとこっち向きで寝てみると、何かしてます。布団引いてるんかと思ったら、なんか寝てます。あの人頭こっちでいいのかなって。あはは、どうでした？いいかどうかわからん。実験したけどわかんないそうです。本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは本日のまとめをお願いいたします。ひたすら走っただけなんですけど、石川県から山口県まで来るなんて大変でした。以上です。それでは明日の目標をお願いいたします。明日はゴールだ。それでは締めのことをお願いいたします。おやすみなさい。おやすみなさい。今日のミッキー、今日のミッキーちゃんは捕まってます。昨日に引き続きミッキーちゃんの昼間の様子をあまり知りません。ミッキーちゃんは今日相変わらずほぼ寝ていたそうです。ミッキーちゃんは2日目の夜にちょびっと下痢してたので大丈夫かなと思ったけど、今ではすっかり元気です。ということでミッキーちゃん、おやすみなさい。
おはようございます。おはようございます。おはようございます。時刻は8時37分。すげえよく寝ました。室温 18.1 度。外は温度計出していません。普通に暖かいです。薄い雲はかかっておりますが、外は明るいです。ちょうど運転のしやすいいい日じゃないでしょうか。ということで本日のミキちゃんのあれからスタートしたいと思います。ミキちゃん、次行こうか。来ました。では行ってきまーす。それでは本日のお布団畳みたいです。よろしくお願いします。オッケー、バイバイ。ミキミキちゃんはうろうろしてきました。ミキちゃんご飯にしますか。よし、あ、来た、来たわ。いって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 、はいよ。次ミキちゃんヤギミルク。よし、いいよ、いいよ。ミキちゃんの器をアルコールで拭いときます。ピカピカ。全国100人のリエモンファンの皆様、おはようございます。本日は山口県鹿野サービスエリアよりお送りしております。おはよう現場の時間がやってまいりました。では現場のリエモンさんに呼びましょう。リエモンさん、リエモンさん、はい。ついにファンの数100名になりました。ここまで一人で運転してきた私に対しても応援してくださってるのですね。そうですね。ただもし今日ゴールできなかった場合怖いですね。マイナスになるかもしれませんねそういう意味でもね、今日は頑張っていきましょう。そうですね。では本日の点数の発表をお願いいたします。ででん、50点でペッペペー。気合がにじみ出ておりますな。以上現場のディーモンでした。どうもありがとうございました。では本日のアシスタントの点数の発表をお願いいたします。ででん、33,333点、ペッペペー。朝のカノサービスエリア、あれだけいた大型車、すっかり誰もいなくなっております。そしてモン様が不思議な木を発見しました。幹には葉がついてるのに枝には葉がついてないんですね。山口まで来るとこういう木があるんでしょうか。不思議だね。この木よく見ると太い木の中に細い木が巻きついてるんだよね。葉っぱをつけてる木は別なんだ。小学生がさ、木のスケッチしてきましたって言って、こういう木描いたら先生がこんな木はありませんとか言いそうじゃん。言われちゃう ね。カノサービスエリアさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日最初の休憩ポイントは水戸サービスエリアです。ここから55キロ、42分かかります。今日も安全運転で行きましょう。お願いします。今日はこの後九州入りをして九州を南下することになります。南へ進みますので太陽の光を正面から浴びることが予想されます。ですので私は T シャツ1枚、半袖でございます。モン様はまあ添えないではありますけども、長袖の T シャツ1枚です。それからアシスタントのミッキーちゃんにも容器を常備しております。冷房こそ入れておりませんが、温度を最低にして外気導入しておりますので、外の空気がそのままふんわり中に入ってきております。ということで現在山口県を西に向かって関門海峡を目指して走行中でございます。山口県は人口129万人、県庁所在地は山口市であるが、瀬戸内海側に人口10万人から20万人の都市が複数点在する。県内での最大の都市は最西端の下関市ですので、山口市の求心力は大きくないということだそうです。山口県の日本一のもの、おみくじ生産量日本一。鹿野サービスエリアおみくじの町って書いてありましたよ。周南市鹿野町にある女子同社で手織りで作られています。出荷量全国シェアが約 70%。 おみくじは各神社で作っているわけではありません。鹿野町で作られたものを全国に配っているということですね。甘鯛、あんこうなどの水揚げ量日本一、魚肉ソーセージ、ハムの出荷量日本一だそうです。はい、そして大きなパラボラアンテナが見えております。あれが KDDI の施設ですね。あそこね、見学できるんですよ。予約してから行くとあのパラボラアンテナ見学できます。今大きなものが2つ見えてますけども、大小30ぐらいのパラボラアンテナがあったと思います。山口ジャンクション 500m でございます。山陽道と中国道がこの山口ジャンクションで合流することになります。もちろん左行けば広島方面にぐるっと戻ることもできますね。ヤマタノオロチのようなジャンクションが待ち構えております。中国地方の大きな2つの高速道路、中国道と山陽道の合流のジャンクションでございます。はい、今山陽道が上を通ってこの先で合流します。山陽道を走ってきたトラックが左側を走っております。我々は右から合流することになりますね。はい、今合流しました。中国道の方が交通量が少なくって、スピードを出さない私にとっては走りやすかったね。山陽道は大都市を結ぶ道路なんでね、トラックの量が半端じゃないです。前後右3方向トラックに囲まれるので私は苦手です。ちょっと事故起きたら俺らだけが潰れるみたいな、なそんなイメージがありますね。10時41分でございます。水戸サービスエリア入ります。小型はいっぱいおりますが、こっちに来た方が空いていた。水戸サービスエリア到着です。お疲れ様でした。私はトイレに行ってきます。トイレ。鹿野サービスエリアね、仮設だったからちょっとゆっくりできなかった。要するにここではゆっくりしたいってことですね水
じゃあキャンプ行く、キャンプ行こっか。上目遣いかわいいね。ではこちらがミートサービスエリアでございます。ちょっと中見てみましょう。まずは端っこからフードコートですね。採用度と合流したからかなり大きいサービスエリアになってますね。でやっぱり私はですねこの辺に惹かれますね。クロワッサンたい焼きチョコレートをお願いいたします。こういうの好きだね。これめっちゃ綺麗。すごいね、団子だね。美味しそう。お団子買おうかな。いや1本で170円だよ。桜餅が美味しそう。どうされるんですか。お友達に頼まれていたお土産を買いました。山口といったら山口銘菓舌包みというお菓子だそうです。なんていうお菓子だって。舌包み。舌包みだな。これ買ったはいいんだけど賞味期限が2月23日らしいの。賞味期限切れたものをお友達にあげれないので私今食べます。あどうぞ、はい、お高級そう。ほら柔らか。ちょっと開けてみるよ。お美味しそう。いただきます。うん、羽二重餅の中にあんこが入ってるっていうか牛皮系のお餅です。牛皮系のお餅です。どれぐらいの人が分かるの。牛皮系で和菓子の材料の一つで餅粉に砂糖や水飴を加えて練り上げたもの。美味しゅうございました。お土産依頼してきたお友達ごめんなさい。食べちゃいました。残っちゃ分からんな。ミトサービスエリアさんありがとうございました。ありがとうございました。こちらが150キロぶりのガソリンスタンドエネオスでございます。軽油164円、高速道路上としては安いと思う。お警察が待機しております。なんだポリス。それでは合流します。トラック避けてくださいました。はい合流します。あ違うわ、右へ行かないかんのや。工事です。避けてくれたんじゃなかった。そういう指示でした。ということで次はいよいよ九州上陸いたします。開門環境は開門環境いよいよ九州上陸し福岡編に入る。福岡編開門環境を渡って福岡編に入ります。もういいわ。忘れました。それでは次の休憩ポイントは福岡県の古賀サービスエリアです。ここから114キロ1時間20分かかります。安全運転で行きましょう。お願いします。現在時刻11時30分ですね。下関ジャンクションです。こちらの下関ジャンクションでは山陽道に分岐します。山陽道先ほども合流してきたと思うんですけども、山陽道はね一番西側にちょびっと分断された区間があるんですね。そのちょびっと分断されてきた区間が今ここで合流してきます。ジャンクションの下くぐります。いつ見てもこの景色はいいですね。ここで合流して山陽道は完全にここでなくなるということになります。今交差します。これが山陽新幹線でございます。急に現れたな。今のほんのちょっとだけ見えたのが山陽新幹線。路線距離553キロ、新大阪と博多を結ぶ日本の主要な新幹線ですね。さらに東京新大阪間の東海道新幹線と合わせて東海道山陽新幹線と呼ばれることもある。東京発博多行き4時間52分、乗り継ぎなし23,610円。高速道路走ってる場合じゃないぞ。そろそろ山道を抜けて前方が下関市の町でございます。下関市は人口243,000人、県庁所在地の山口市をしのぐ人口を誇っております。観光客の数が年間700万人。これ2019年のデータなんで2023年どうだったでしょうね。もっと増えたのかもしれませんね。フグガチャやりたい。それは言えてる。ちょっとリベンジしたいところですね。さあこのカーブを曲がるとさあ見えてきました、関門橋でございます。すごい上の方が見えないですね今日。本当だね。今関門橋を渡ります。手前の柱見えますけども奥見えないですね。今日は非常に霧が濃いです。左の方向海面が見えない。非常に濃い霧の中今ドキドキの九州上陸を果たそうとしております。はい、今福岡県に入りました。いよいよ九州上陸でございます。関門橋長さ1068メートル、昭和48年に完成しております。完成した時点では東洋一長い橋だったそうです。この関門海峡の後明石海峡大橋などのすごいでかい橋どんどん架けられるようになったということですね。この関門海峡を渡ったことによって中国自動車道が終わり九州自動車道に入っております。この九州の北部北九州市そして福岡市など大都市がございます。ですので都市高速が走ってるんですね。変な分岐に入ると都市高速に入ってしまい別料金を請求されてしまうことになります。ですので九州自動車道まっすぐ行くようにいたしましょう。この九州自動車道は総延長346.3km の高速道路でございます。我々はこれから九州道を走破することになりますね。全線開通したのは1995年、まだ新しいネットを言いたくなりますが30年ほど経っております。我々何度目かの九州上陸でございます。九州には7つの県があり7県総人口は約1257万人、沖縄県まで含めると1400万人を超えますね。九州に入って降水量がぐっと増えておりますね。今車が詰まっている状態ですね。心なしかもう様も緊張の申しでございます。福岡県の人口510万人、福岡県の県庁
表所在地は福岡市でございます。福岡市の人口はなんと164万人、超大都市。東京23区を除いた全国の市でも横浜、大阪、名古屋、札幌に続く5番目の人口でございます。日本三大都市っていうのは私は東京、名古屋、大阪と習ったんですね。で、それがもう全国共通の認識だと思ったんですけども、地域によって日本三大都市は違うということがだいぶ大人になってから判明しまして、東京、大阪、福岡という方もかなりの数いらっしゃるというんですね。私も東京、名古屋、大阪で習いました。まあ岐阜に住んでるからな。福岡に住んでる人は多分東京、大阪、福岡って言うんだろうね。北九州ジャンクションまで1キロの地点でございます。今3車線になっておりますね。右側2車線が九州道、熊本の方を通って鹿児島まで続く道路になります。左は東九州道、大分、宮崎を通って鹿児島の方に行くことになりますね。東九州道ほんの一部分分断されてるんですよ。途中で料金精算されてしまうんですね。なので我々はこのまま九州道まっすぐ行きます。福岡、熊本方面でございます。現在時刻が12時、スタートしてから68時間ほど経過しております。残り329キロ、3時間45分と出ております。もうさまあと300キロ台ですよ。普通で考えたら300キロっていうのも遠いんだけどな。まだ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 遠いけど、ああもうちょっとだなって気しますね。うん、福岡に入り山陽新幹線と完全に並走しております。九州に入っても山陽新幹線が走っております。そして前方で交差いたします。下くぐってみましょう。おー、これが山陽新幹線でございます。あー来た来たよ、世紀の瞬間、抜いてくよ。一瞬見えなくなっちゃったもうすぐ若宮宮若出口でございます。若宮宮若出口でございます。大事なことなので2回言いました元は若宮インターチェンジがありました。そこには若宮町があったんですけども、近隣の宮田町と合併し宮若市が誕生しました。ですのでここは若宮インターチェンジです。そして宮若市に行けますということで若宮宮若ということになってるんですね。12時34分でございます。小賀サービスエリア入ります。左手前空きでございます。あ、なるほど、古賀サービスエリア到着です。お疲れ様でした。休憩しましょう。こちらが古賀市の古賀サービスエリアですね。福岡が近いだけあって相当混み合っております。はい、左手ドッグランがございます。土のドッグランですね。でもねちょっとコンクリートっぽい。まず手前にトイレがございます。建物の中にあるトイレですね。綺麗だね。その隣にはタリーズコーヒー注文口あるよ。ほらほらほら、あ、本当だ、やったじゃん。あ、でもねご注文は店内で受けたまわりましたって。ちょっと意味が分かりません。じゃあここから入りましょう。まずはフードコートでございますね。こちらにタリーズコーヒーがございます。そして左手すぐ一覧が本場ですか。本場本場。こちらグルメ広場というフードコートになっております。あー、ご飯食べた。ひよこだ、ショコラひよこだって。バレンタインに合わせて多分期間限定なんだ。あ、欲しいな。ありがとう、バレンタインに合わせたからなそうだね。あとはこちらお土産市場になっておりますね。相当広いお土産売り場になっております。博多メーカーはねチロリンっていうお菓子なんですけど。四角いチョコレート。違う、あ、チロリアンや、チロリアン。これこれこれ、これがメーカーなので私これお土産に買っていきます。古賀サービスエリアさん、ありがとうございます。ありがとうございました。次の休憩ポイントは北熊本サービスエリアです。ここから108キロ1時間11分です。安全運転で行きましょう。お願いします。現在福岡市を走行中です。右手が福岡市の街ですね。中心部はまだまだここからは見えないと思うんですけども、この辺だけでも結構な大都市という感じはしますね。ここから都市高速がありますね。これ分岐すると大変なことになります。我々はまっすぐ行きます。木山パーキングエリアまで1キロの地点です。この木山パーキングエリアが福岡県と佐賀県の県境にあります。ほんの少しだけ佐賀県をかすっていくことになりますね。木山町ありました。ようこそ佐賀県へ。はい、とりあえず佐賀県入りました。この後ですね、この道路上で佐賀と福岡を何回か往復しますね。ポーン、佐賀県に入りましたって何回か言うと思うんですね。ほらほらね、またちょっと行くとねポーンとか言い出すと思うんですよ。おそらくこの辺です。入りました。はい、その佐賀県は人口79万3千人でございます。人口は隣接する福岡県の2割以下。九州地方の中では面積も経済規模も最も小さいということですね。そんなこともあって、あの有名な SAGA 佐賀っていう歌が生まれたんじゃないかと思います。ただ、あの SAGA 佐賀、小学生が歩きなのにヘルメットをかぶっているとか、バス停の名前が山下さん家の前っていうのはかなり誇張してあるそうですね。花輪がそれについて謝っておりました。すごいですね。ここ5車線です。これから鳥栖ジャンクションに入
入ります。鳥栖ジャンクションは高速道路の十字路ですね。5車線の真ん中が出口、右2車線が九州道、一番左が大分道、左から2番目長崎道です。すごいですね。これは左岸クロス橋という風な名前がついてるらしいですね。これ九州最大のジャンクションじゃないかな。かなり巨大ですよ。右車線を走れない私にとっては困ったジャンクションでした。13時46分になりました。鹿児島まで238キロ地点でございます。ついに暑くて暑くて冷房を入れ始めました。ミキちゃんも暑くならないようにね、涼しくしております。時刻14時5分でございます。まもなく熊本県に入ります。はい、熊本県南関町入りました。おめでとうございます。こんにちは。熊本県人口170万人結構多いでございます。その中でも熊本市73万人、かなりの大きい都市ですね。目立つ観光名所は熊本城、通関橋、阿蘇山、あとは天草諸島などがございます。熊本県の日本一といえばスイカ、メロンの生産量、それから水道の供給源が全て地下水、本当ダムがないってこと、それから日本一長い石段があります。確かに3333段の石段があるんだよね。美郷町の石段頂上には社会院というお寺があるみたいですね。これは登れるうちにチャレンジしてみたいですね。もう来月行こう。来月行かんともう登れんくなるってな。うん。現在時刻14時27分になりました。北熊本パーキングエリアに入ります。 ETC 出口出ないようにね。はい、これは直進ですね。北熊本パーキングエリア到着です。お疲れ様でした。何やろう、ここが一番疲れた。わかりました、ちょっと待っててくださいね。うん、よっしゃ、モン様、はいはい、早く横になってください。あー、どうもありがとう。はい、あー、どうもどうも。では私はミッキーちゃんのお世話とサービスエリアを見てきます。おやすみなさい。北熊本サービスエリアさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次の休憩ポイントは鹿児島県に入りまして、桜島サービスエリアに行きたいと思います。ここから161キロ1時間46分です。安全運転で行きましょう。お願いします。現在時刻は15時26分ですね。ゴールまでは183キロ、2時間2分と出ております。ですのでゴール直前のサービスエリアで一旦止まろうということですね。ところでよく眠れましたか？あ、寝れた。到着した時は集中力とか体力が30% ぐらいまで低下していたと思いますが、休憩をして 70% まで回復しました。あと181キロで日本初の青森鹿児島縦断した女性になりますね。日本初じゃないと思うけど、皆さんが知ってる中ではもしかすると私が初めてっていう人が多いかもしれないね。熊本市の中心部を離れて熊本県南部へ向かっていきます。ここからはかなりの距離を山道走っていくことになると思います。田園風景が広がっています。田んぼに黒い旗が刺さっていますね。初めて見ました。何でしょうかこれは。とても不思議な光景でしたが、あれはカモよけだそうです。今のは米の田んぼじゃなくて麦を植えてるそうですね。麦の芽を狙ってカモがやってくるので、カモを避けるために旗を立てているそうです。はい、16時になりました。たった今72時間経過しましたね。丸3日経ちました。ゴールまでは残り138キロ、時間にすると1時間半程度となっております。やはり青森から鹿児島まで行くというのは72時間ぐらい、まあ丸3日間ぐらいは見といた方がいいということですね。1泊2日はまあ無理だろうな。そんな危険なことはやめてほしいね。2泊3日で1日目の朝出て3日目の夜着くっていうのはまあできるかもしれないですけどね。熊本県南部の山間部を走行しております。前方にトンネルが見えてきました。トンネルの前に信号をございます。こちらが肥後トンネル、長さ6340メートル、日本国内のトンネルとしては10番目に長い、道路法における長大トンネルになるので、危険物積載車両は通行が禁止になっております。何個か前のインターで危険物積載車は降りろって書いてあった。だから危険物を積んでる車は下道を迂回しなきゃいけないんですね。現在時刻16時28分です。残りが100キロになりました。まあでもここで事故ったら台無しやで。もうあと1時間程度安全運転でいきましょう。気をつけます。カクトトンネル入ります。こちら長さ6260メートル、またまた長いトンネル入ります。そしてこのトンネルの中で宮崎県に入ります。私は県境の看板を見逃さない。はい、宮崎県えびの市でございます。おめでとうございます。宮崎県民さん、こんにちは。はるばるやってきましたよ。この宮崎県は一瞬で通り過ぎます。軽く紹介いたします。総人口は103万人。宮崎県の1位で目指すものは黒いらですね、鶏のことだと思いますけども、それの産出額が日本一だそうです。それとちょっと調べた会議では女性の免許保有率が1位というデータがあります。ですので宮崎県では女性が車に乗って鶏肉を買いに行くという、そういうことなんじゃないかと思いますこちらがえびのジャンクションになります。左宮崎道、我々はこの九州自動車道をそのまままっすぐ南下して鹿児島インターを目指します。いよいよ最後の県に入ります。鹿児島県に突入します。看板見えております。鹿児島県入りました。鹿児島県民さん、こんにちは。こんにちは。西郷どん、よろしく。
よろしくお願いします。ついに最後の県となりました鹿児島県、人口は154万人でございます。県庁所在地は鹿児島市。鹿児島の一番南は佐多岬だみたいなことを思い浮かべるんですけども、薩南諸島があって屋久島、奄美大島、徳之島などがあります。その離島まで含めて鹿児島県ということですね。県の南北の長さが600キロ、相当あるな。むちゃくちゃ南まであるんだね。鹿児島は日本一といえばさつまいも、さつまいも収穫量が全国1位だそうです。水産業も盛んで、カンパチの養殖の生産量が全国の約 55%、 ブリの養殖は全国の 23% とともに日本一。それからですね、鹿児島の南に豊島村というのがあるんですけども、その豊島村は全部合わせて12の島からできている。その南北の長さが130キロ離れており、日本一長い村です。村役場一つじゃ足りんよな。そんな余計な心配をしてしまいます。ちょっと調べてみて衝撃の事実が判明しました。豊島村役場、鹿児島市にあります。意味がわからんな。鹿児島駅のすぐ近くですね。ありえるんだな、こんなこと。時刻は17時30分でございます。桜島サービスエリア入ります。桜島サービスエリア到着しました。お疲れ様でした。現在2043キロ走ってきました。2000キロ超えたのか、すごいね。じゃあちょっと休憩しましょう。はい、みきちゃんはチッコしましょう。やっこれセット。ではチッコ行ってきます。本日のルートを発表します。本日は山口県鹿野サービスエリアを出発し、最初の休憩ポイントが水戸サービスエリアです。山口名物のお菓子を買いまして、そして関門橋を渡り、いよいよ九州上陸し、休憩したのが福岡県の古賀サービスエリアです。九州道をどん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 南下していきます。次に休憩したのが北熊本サービスエリアです。さらに山道ぐりぐりって行って、今ここは桜島サービスエリアにいます。この後鹿児島インターチェンジまで行きます。本日の移動距離は458キロ、移動時間5時間36分です。これ4日目ですよね。3日目の午後ぐらいからどーっと疲れが出てきまして、あと少しでゴールだーっていう気持ちより疲れの方が今は勝ってます。交代する？いや、交代しない。卑怯だそんなの。では桜島サービスエリア入ってみましょう。はい、まずこちらですか。西郷丼、瀬郷丼か。瀬郷丼、西郷丼って瀬郷丼って言うんじゃないの？なんで通称言わないよ。西郷丼だよ。誰、瀬郷丼って言った人。瀬郷丼ってあったじゃん、ドラマ。ドラマで瀬郷丼って言ってたの。俺瀬郷丼とか言うと何言ってるか分かんないもん。売店とフードコートがございますね。左側はレストランですね。もう西郷さん推しですね。すげえ、瀬郷丼ソフトがある。通常の 1.2 倍の安納芋ソフトとチョコレートシロップがかかってます。これで500円。まあでもちょっと今甘いのはいらんな。そうだね、この辺は欲しいかな。かんぼこ、かまぼこのこと。最後のエネルギー補給の時間でございます。かんぼこ明太チーズ味です。こちらオーソドックスに黒豚コロッケでございます。いただきます。あ、くくく、かんぼこって聞いたことないけど。かまぼこやろ。まあそういった練り物系です。美味しい。黒豚コロッケです。置いてあったやつ買ってきたけど、かなり揚げたてだね。サクサクでうまいです。桜島サービスエリアさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後、鹿児島インターチェンジまで走り切ります。22キロ16分、頑張りましょう。頑張りましょう。この後鹿児島北インターチェンジ、そして目的地である鹿児島インターチェンジがあるんですが、鹿児島インターチェンジには料金所がありません。この後九州自動車道最後の大きな料金所があるはずです。そこで今回の青森から鹿児島までの料金が出るはずです。料金所1キロとあります。 ATC 車は、うおーすげえ、なんだあれ。3箇所あります。8分の3ぐらいですよ。8分の5ぐらいは一般ですね。なかなか難しいです。 ATC のところ狙って入っててください。我々今まで青森から一度も料金所を通過しておりません。高速道路乗ってから74時間37分経過しております。さあ、運命の瞬間でございます。 ETC 専用入ります。料金は3万3580円。料金は33580円でございました。軽自動車だと2万ちょいで行けるらしいんですけども、やっぱりキャラバンは中型車ということで3万3000を超える、まあ、高額な料金になりました。まあ青森から来たと思えば割安かなという気もしないでもないですね。この後は鹿児島北インターチェンジを通過し、そして鹿児島インターチェンジでいよいよこの高速道路を降りるということになります。
鹿児島インターチェンジ出ます。分岐を右方向です。こっちってこと？右は右です。橋持つ方です。信号の方行くよね、はい、橋を持つ方です。どこまで行けるの？ここか。はい、もう信号久しぶりだから右とか左とかもう分かんなくなっちゃったな。こっちって言ったの合ってるって言ってくれればいいのにさ。お茶は持つ方っていうか俺お茶は持つ方って言った？言った。橋持つ方じゃないの？橋を持つ方。橋持つ方が右でお茶は持つ方左ですよ。これ私赤？あれね、青色っていうの分かる？分かる。赤は太陽の色、青は野菜の色。違うって。何ですか？交差点が分かりにくいっていう話だわ、うん、我々のオアシスファミリーマートが見えてきました。ちょっとファミリーマート入ります。無事鹿児島到着しました。お疲れ様でした。これで本当に終了ですね。はい。走行距離見せてくださいよ。走行距離 2067.9 キロです。本当に最後のご挨拶お願いいたします。ありがとうございました。私一人で走り切りました。皆さんありがとうございました。